高校生活の全てを野球に捧げてきても、全国の球児たちの 99% は日の目を見ることはない。それが高校野球だ。球児たちのひたむきな姿にこの夏日本中が涙する。野球部に花束を。あ？え？え？え？これから新人歓迎会を始めます。監督の原田だ。監督なのかよ。それは悪夢の幕開けだ。長嶋茂。もうやだ。鬼、悪魔、たまに成人。地獄へようこそ。世界はこれを青春と呼ぶんだぜ。野球に来る。野球部に花束を。はい。そんなに蚊が気になるか。ポップコーンプレゼント。